例えば皆さんは違う夫だったらもっと幸せだったのにとか、違う妻だったらもっと幸せな日々だったのにって思いたい気持ちはわかる。しかしその夫しかいなかった、選びようがなかった、その妻しか選びようがなかったね。あの夫でなくても私は30人選ぶことができたのにって思いたい気持ちはわかる。でもその人しかいなかった、その人を選んで生まれてきてるわけで、でその結果として離婚をするっていうのも、それもそういう事情になった時に離婚をするようになってるわけで、だから誰かを恨んだり呪ったりっていうのは本来宇宙的にはないものである。象さんが相手の象を恨んだりしまうしまうまをしましまうバラバラバラしまむらじゃなくて、象さんが島村を憎むのは不思議な構造ですよね。象がね、こうちゃんちゃっこかなんかを買いに行ったらサイズが合わなかったじゃないかって言って島村を選ん、島村を憎んでいるっておかしいですもんね。象がシマウマを憎んだり、シマウマがキリンを憎んだりっていうのはないわけです。ね。象がボールペンを使うことはある。シマウマがビールを飲むことはある。象がゼブラを選ぶことはあって、ゼブラがキリンビールを選ぶことはある。まあそんなことはどうでもいい。でその絶対にその人がそうしないであろう人を私は選んだわけです。でも21の小林正寛はまだ未熟だった。まあ今も未熟なんですけど、もっと未熟だった。2年か3年ぐらいはね、ひどいことをする父親だって恨んでました。恨みの心がありました。ところがその、21大学2年生の時に追い出されてから3年4年5年と3年分を私は学費を自分でアルバイトで稼いで出したわけですけど、それでアパート代、食費、交通費、教科書代、水道、ガス、光熱費ですよね。全部働いて自分で出したわけですけど、それをやるためにどうしたかっていうと、司法試験の勉強してたんですけどね、中央大学で。でもそれを家を出た途端にもうそれは事実上できなくなったわけですね。でとにかく机の、まあ司法試験の勉強してたから、机の上でお金を稼ぐアルバイトっていうのを考えた時に原稿を書くっていうのが思いついたわけですよ。でその原稿を書くことをやって、まあ投稿をあちこちにしていったら、その投稿した100ぐらいの原稿が全部採用されてボツになったものは1個もなかった。でその100採用されたものの半分50ぐらいが原稿料払ってもらった。で投稿なんだけど投稿っていう扱いになったのが半分ぐらいで、括弧して小林正寛って書いてその著者名で載った原稿も半分ぐらいある。でそれはみんなお金を払ってくれて、それが当時の大卒初任給が1万5000から1万8000ぐらいだったのが月に3万ぐらい稼げたわけですね。今で言うと30万ぐらいですね。で生活することができて、そのまんま大学を3年4年5年といたもんですから、大学在学中に食えるようになった。で結局就職試験というのはどこも受けないまんま、その物書き業でずっと来た結果、旅行作家でずっとやってきたら、その旅先で人相だとか体相だとか人生相談だとかっていうのを受けてるうちにこんな話をする羽目になってしまったわけ
で、自分が特に強い決意を持ってこういう世界に入ってきたわけではないんだけども、一番のきっかけは父親から出ていけって言われたところなんですよ。で、結局その大学を出た時がもう一浪の一流年ですから24ですけども、その時にはもう食べられるようになっていたので、その24ぐらいの時まで、まあ恨みが 2,3 年続いてたんですけど、その24ぐらいの時は消えた、恨み憎しみが。で、それからプラスマイナスがゼロ状態が 2,3 年続いて、27か8ぐらいの時にはね、感謝するようになりました。同じことを追い出してくれてありがとう思うようになりました。同じことを捉え方を変えることができた。現象は同じです。何も変わっていない。父親が謝ったわけではない。ただ自分が勝手に解釈を変えただけである。で、自分が恨んで憎んでひどいことをする親だと思っていたんですけど、それがあれのおかげでこういうふうになんか楽しい日々になってるよねって思ったら、プラスマイナスがゼロになって、さらにそれが上乗せされてったら、あ、追い出してくれてありがたいと思うようになりました。結局同じ現象でも自分の心や考え方によって感謝に切り替えることができる。全部のエネルギーがですよ。同じ現象なんだけど、憎まないで感謝することができる。で、もしそのエネルギーを憎しみではなくて感謝に変えることができたら、日本に襲いかかってくる出来事が全く違うものになっただろうと思うんです。で、今日この話を聞いた皆さんはね、我が身の損得感情として、そして自分を含む友人たちの損得感情として降りかかってくるものが全然違うんだということを認識し、一刻も早く、3分でも2分でも1分でも早く、3秒でも2秒でも早く、憎しみやの呪いというのを全部感謝に変えた方がいいです。それが全ての現象を実は感謝に変えることができるということです。それは捉え方の問題。自分の心の中にその捉え方の訓練を確立するとね、捉え方を変えることができる。島と島とを隔ててる海っていう考え方がありますね。ね、島と島との間に入り込んでる海が島と島とを隔てているという考え方ありますね。でも島と島とを結んでる海かもしれないんですよね。ね、この島と島との間に 5,000 メートルの深い谷底があったとすると、海が入り込んでなかったらものすごい大変ですよ。 5,000 メートル下ってから 5,000 メートル登るんですから。ね、これ海があるおかげでもうすぐ2キロで船で着くことができたら、島と島とを結ぶ海なんですよね。もしこの海がなかったら5000メートル下ってから登らなくちゃいけない。これは海の苦しみと言います。ね、そういうふうにものの考え方を訓練をする。一番最初に肯定的に捉えるか否定的に捉えるかということで、その訓練をずっとしていくと、元のことの捉え方がだんだんとそっちの方になっていく。で、父親から追い出された、ひどいことをするな、自分の思うように子供をコントロールしたいとか、もうとにかく子供の立場やことなんかは何にも理解しようとしないで、ただ自分の思うがままに怒鳴って怒って命令してっていう、まあ警察官をやっていた人が戦争に行って憲兵やっていて、それでまた帰ってきて警察官で、しかも警察学校の教官やってた人ですから、もう怒鳴って怒って命令してというしかないわけです。
もう自分の周りにそういう人間しかいないわけだから、自分の子供に対してもそうやって命令して怒鳴って怒ってっていうしかコミュニケーションが取れないわけですよね。ちょっと尊上そこらのサラリーマンの父親とは違うわけです。どんなことがあっても怒鳴って怒って命令してっていうしかこの息子と接することができない、そういう親を選んだわけ。どんなことがあっても絶対頭を下げないような父親を選んで生まれてきたわけ。わかりました。もしそこで頭を下げられていたら私の人生はぐちゃぐちゃだった。もう本当に本当に怒鳴ってくれてありがとうございます。私の父と母が結婚したのが4月10日なので2日前ですね。いや、今から2日前じゃないですよ。昭和20年の4月10日ですよ。東京大空襲3月10日の1ヶ月後です。で、3月11日の東京版で新聞には深川警察署全滅っていうのがトップに出たんですね。深川警察署に勤務してたので、4月10日に結婚式を予定していた私の母は群馬県の実家で家族と共に、ああ自分の婚約者が死んじゃったって、で何の連絡もないから全滅って全員が死んだ。ところがその翌日、10日11日の夕方に連絡があって、深川警察の中で一人だけ生き残ってた。一人だけ外に出てた。それで警官の制服を着て、それで10人ぐらいの人と高さが5、6メーターの炎に囲まれたそうです。焼夷弾ですね。それで私の父はね、その10人の人に対して確か火に囲まれている、こちらの方向に運河があったと思うので私を信じられる人は私についてきなさいつって、その炎の中に飛び込んだそうですよ。でついてきたのは 2,3 人だったそうです。あとの 7,8 人はためらってついてこなかったそうですが、その 2,3 人だけ助かったって、こちらに運河があって飛び込んだって、その代わり眉も頭の毛も全部焼けて結婚式の時はツルツルで出てきたそうですね。はい、でそういう奇跡的な助かり方をしたんだけども、結局は、亡くなっていった時に特にこの世に何を残したわけでもなく、ただ怒って怒鳴って命令して、周りとの喧嘩をたくさんしながら、喧嘩っていうか、嫌われながら死んでいったわけですけど、その結果私の父が残したものは何かっていうと何にもないんですよね。怒鳴って送って命令して、はい、残したのは子供だけですね。で残された子供っていうのはね、結局ね何をするかって、皆さんは親孝行っていうのを考えるんでしょうけど、実は最大の親孝行って何だか考えたことありますか？最大の親孝行はね、親が死んでから始まる。どういうことかっていうと、その子供が、残された子供が喜ばれる存在になってるってことですよ。私はね、父親の墓も母親の墓も十何年行ったことがありません。忙しくてずっと北海道にいたり沖縄にいたりというので全然行ってる日もありませんでした。十数年行ってません。だけども親不幸をしてるとは一回も思ってません。最大の親孝行してると思ってますよ。なんでか、今生きてる私が周りの人にできる限り喜ばれるように生きること、これが最大の親孝行である。親孝行というのはその親に向かって孝行することではなくて、残された私、つまり親が死んだ後に残された私がいかに喜ばれる人になっているかということである。
亡くなった親が上から見下ろしている。で、残した子供、自分の子供が周りの人から喜ばれる人である。この空から見下ろしている親はどう思いますか？